12月1日から10日まで年末の交通安全県民運動が実施されます。運動の重点はご覧の通りです。はじめにアクション38キャンペーンについてお伝えします。このキャンペーンはドライバーの目線で信号機のない横断歩道での停止義務等の交通ルールの周知や歩行者保護意識の醸成を促し、横断歩行者の交通事故ゼロを目指す新たな取り組みです。横断歩道に接近する際は横断歩行者がいないことが明らかな場合を除いてすぐに止まれるように減速しましょう。横断歩道を横断しているまたは横断しようとしている歩行者がいるときは手前で一時停止をして通行を妨げないようにしましょう。次に皆さんからの交通安全メッセージです。横断歩道でいつも止まってくれてありがとう。僕たち私たちも交通ルールを守ります。イエーイ。元気に手を挙げて横断歩道を渡ります。運転手さんも運転前に必ずシートベルト着用をチェック。すべての座席で着用して自身や同乗者の命を守りましょう。飲酒運転は犯罪です。飲んだら乗らない、乗る人には飲ませないを徹底して飲酒運転を根絶しましょう。ドライバーの皆さん、私たちと一緒に安全で歩行者に優しい運転をしましょう。横断歩道では歩行者が優先です。焦らずゆっくり思いやり譲り合いの気持ちで運転して交通事故をブロック。一人一人が交通ルールを守り交通事故をなくしましょう。